今日の動画はこんなお話。赤外線受信モジュールを使ってテレビリモコンで LED を点灯させます。今日使うのはアルデュイノウの R4 の Wi-Fi バージョン、ブレッドボード、赤外線受信モジュール、赤色 LED、 各種抵抗、コンデンサ、そしてジャンパーワイヤーを適量。これらを使って赤外線を受信する回路を作ります。今回使う赤外線受信モジュールはフォトダイオード、フィルター、アンプが内蔵されたマイコンと一緒に使いやすいタイプです。内部の回路はこんな感じです。詳しく説明するのは正直私では手に負えないので、ざっくり説明すると、光信号を受けたフォトダイオードは微弱な電流変化を発生させ、それをトランスインピーダンスアンプで電圧信号に変換し、その電圧信号をアンプで増幅させます。そしてバンドパスフィルターで特定の周波数だけを通過させ、デモジュレーターで信号を復調し、積分器とシュミットトリガー回路で波形をきれいに整えて、最後のトランジスタで出力しているという感じだと思います。もし詳しい方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。さて、この赤外線受信モジュールをアルデュイノウの R4 と一緒に使う場合、直接つなぐこともできるようなのですが、念のため今回はデータシートの4ノイズパワーサプライの項目で紹介されている回路構成を使います。赤外線受信モジュールのアウトプット端子はアルデュイノの2ピンに、電源は 5V に、グランドはグランドに接続します。あとはアルデュイノの好きなポートに LED 回路をつなげば、今回使う回路の完成です。では早速アルデュイノ IDE でプログラミングをやっていきましょう。まずはライブラリの IR リモートをインストールしておきます。アルデュイノ IDE の左端のアイコンの上から3つ目をクリックして、 IR リモートと入力すれば一番上に出てきます。次に左上のファイルからスケッチ例、 IR リモート、シンプルレシーバーの順にクリックし、サンプルプログラムを開きます。40行目あたりにデコード方式がずらっと定義されている箇所があります。今回使うリモコンの赤外線通信の方式がどれなのかを教えておく必要があるのですが、この動画で使うリモコンの場合は43行目の火星鏡と書いてある方式でうまくいきましたので、43行目のコメントアウトを削除し、46行目の NEC のデコード方式はコメントアウトしておきます。使うリモコンによって異なるので、うまくいかないときはいろいろと試してみてください。そしてこの状態で一度プログラムを書き込んで、シリアルモニターを開きます。赤外線モジュールに向かってリモコンの電源ボタンを押してみます。するとシリアルモニターに通信の内容が表示されます。この時コマンドと書かれた箇所の 0x で始まる数値をメモします。ついでに他のボタンもメモしておくと後で便利かもしれません。次に新しいスケッチを開いて、先ほどのプログラムをコピー&ペーストし、不要な箇所を削除します。サンプルプログラムはもう不要なので閉じてしまっても大丈夫ですが、保存しないようにだけ気をつけてください。そして LED のピン設定と先ほどの 0x で始まるコマンドを受信したときに LED を光らせるプログラムを書きました。もう一度コマンドを受信したら、今度は LED を消すようにプログラムしてみます。ソースコードは概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひ見てください。それではこのプログラムを実際に書き込んでみると、はい、電源ボタンを押すことで LED を点灯または消灯させることができました。ということで今日の動画は、赤外線受信モジュールを使ってテレビリモコンで LED を点灯させるでした。今回はリモコンを使って LED の点灯と消灯をやりましたが、例えばリモコンのプラスとマイナスボタンを使って LED の明るさを調節するにはどのようにすればよいでしょうか。前回ご紹介した LED の明るさ調整の動画を見ながら、ぜひ挑戦してみてください。それではまた次回。さよなら。
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。